ここからは私東馬役の森永千歳とソフィー役の内山由美が進行役になります。続いての対決はこちら、じゃじゃん、ベストボイスオンライン。戦場では声の聞き分けが大事ということで、チームメイトの声を聞き分けてもらいます。 LPFM からはおきつさんに本物のレンの声を当ててもらい、シンクからは真央さんに本物のエヴァの声を当ててもらいます。果たしておきつさんと真央さんはレンやエヴァの声真似をするメンバーの中から見事本物を聞き分けられるのでしょうか。ではおきつさん、視聴団に上がれ。ヤスボン、じゃあみんなで一緒にカズコちゃんで呼ぼっか。いくよ、せーの、カズコちゃん。はい、私カズコです。こんにちは。あの、初めて国際ホールの方で、あの、お手柔らかにお願いします。はい、どうしてます。なんか馴染んできてますね、だんだんとね。カズコちゃんイベント初めてだからね、今日ね、頑張ってね、カズコちゃん。カズコ何歳？何歳？14歳です。あら、一番じゃあ年相ですね、確かに。だから先輩たちに嫌われないように頑張ろうと思って。あけなげ、頑張ってくださいね。どこ出身なんですか？練馬区です。結構なんかちょっとじゃあ遠かったですね、ここまで。あ、電車で一本で来ました。あ、そうですか。じゃあちょっと待っててくださいね、はい、じゃあ残りの皆さんはですね、全員レンの声のモノマネをしていただきますので、目の前に描かれている順番通りに並んでいただいてよろしいですか。これから私たちは、まあ、レンの声のモノマネをするわけですが、こうちなみにそのともりちゃん的にはこのセリフがいいんじゃないかっていうレンのセリフありますか。やっぱりぶっ殺すじゃないですかね。怖い怖い怖い、しました。怖い、ぶっ殺すなんて怖い、かわいそう、怖くなっちゃって。大丈夫だよ、殺したりしないからね。本当ですか。でもよく声を聞いててくださいね。わかりました。はい、では1番からレンちゃんの声出しスタート。え、これ見本ないの。嘘。あれぶっ殺す。いや、おーとか言っちゃダメじゃん。2番おけつぶっ殺す。今なんて言ったんですか。すみません、なんですか。もう一回聞きたいですか。もう一回、じゃあもう一回お願いしてもいいですか。おけつぶっ殺す。聞こえましたかね。おなんて言った。大丈夫ですよ、大丈夫です。小指とどめときましょうね。小指立ってる。はい、じゃあ続いていきますよ。3番目どうぞ。カズコぶっ殺す。はい、カズコです。ちょっと嬉しそうですね。はい、じゃあ4番おけつぶっ殺す。あ、なるほど。じゃあ今なんて言ったんですか。もう一回聞きたいですか。今なんて言ったんですか。おけつぶっ殺す。おけつって言ったんですか。おけつだったらいい。あ、大丈夫かな。はい。じゃあ続いて5番の方お願いします。おきつぶっ殺す。この人違うと思う。え、そうですか。そうですか。そんなことないですよ。いや、なんかないよ、うん、みんな結構うなずいてくれてましたよ、うん、なんか、うん、ついつい笑顔になっちゃうみたいな。今5番の方ですか。今のそうじゃないですかね、5番の方、うん、あ、うなずいてます、すごく。あ、5番。え、5番の方違いますよね。どうですか、5番の方。いやいやいや、私は一生懸命、うんうん、あ、やったと。あ、そうですか、すごいなんかけなげに頑張ったって言ってますよ。なるほど、はい、じゃあ続いて。ってことは偽物ということ。違いますよ、あの頃思い出してってやつですからね。あの頃、はい。はい、じゃあ続いていきますよ、続いて6番ぶっ殺す。はい。ついついあの反応待っちゃうんですけど、いいですね。じゃあ7番この人も違う。なんで。そう、ちょっと。あれ、なんでよ。どうしてそうなるの。もうちょっとあのゆっくり落ち着いて考えてすぐに答えを出さないでくださいね、うん、おけつぶっ殺す。これ違うと思うんです。これ違うと思うんです。なんか、いや、刺さるんです。あ、そうですか。そうですか。そうです。おけつってなんか刺さるんです、なんか。そうですか。ちょっとなんか変に過敏になっちゃってるんですかね。はい、じゃあ続いて8番
今もちょっともう一回聞かせていただきます。はい、もう一回です。じゃあ8番さんお願いします。じさん、ぶっ殺す。え？はい、もういいでしょ。はい、じゃあ続いて9番、ケツぶっ殺す。これは思い切ってますね。後でちょっと裏で、まあ裏でと言いつつね、誰が言ってるかきっと分かんないでしょうからね、まだ。はい、あ、なるほど、言いたい放題だったんですね。そう、言いたい放題です。では、おきちさん、何番がともりちゃんの連だったか分かりましたか？忘れちゃった。あの、何番か何番か。4か5かで。4か5。4と5をもう一回じゃあやりますか？はい。4番からお願いします。ぶっ殺す！ぶっ殺す！5番は偽物な気がしました。泣いちゃうよ、5番の子が。5番の子が泣いちゃう。何回もやったのに。5番の子がもう一回やって恥ずかしそうにやったのに泣いちゃうよ。え、じゃあ5番もう一回聞かせてもらってもいいですか？もういいよ、答えなさいよ。じゃあ4番でお願いします。ピンポンピンポンピンポン、イエーイ。すごい、すごい。当たった。よかった。当たった。あー、よかった。ナイス。5番は誰ですか？ちょっと気合が入りすぎましたね。なかなかこの作品でこんな高い声出さないんで。あの、ケツって言った人は誰ですか？私です。やっぱりそうですよね。え、わかりました？わかりました、ごちそうさまでした。